聖カタリナ大学は、愛媛県松山市法上662本部を置く、日本の私立大学である。1988年に設置された。大学の略称は、聖火、聖方カタリナなど。聖カタリナ大学大学の名称の由来は、14世紀の聖人である、シエナのカタリナにちなんでいる。大学の設置者である聖カタリナ学園では、カタリナを、 学園の守護聖人と位置づけている。見学の精神大学の見学の精神として、愛とシンディアモールイベリタスを掲げており、ドミニコやシエナの語りなら聖人の精神や学識に、習った人材の育成を謳っている。学訓大学の学訓として、誠実、勾配、法師の三つを挙げており、これらの観点に基づいた教育に重点を置くとしている。 教育研究目的各学部、学科、専攻ごとに教育研究目的が制定されており、どのような人材を養成するのかを具体的に定めている。聖カタリナ女子短期大学を母体とし、1988年に聖カタリナ女子大学が開学した。短期大学時代も含め女子大学であったが、2004年より現在の名称に変更し、合わせて、 男女共学科が図られた。2017年春に看護学科が開設されたが、それに先立ち、聖カタリナ学園高等学校英体キャンパスが、大学に移管され、松山市駅キャンパスとして整備された。2006年、スーパーバンドの、ガツと風と星と雲と、が、大学のイメージソングに制定された。学部大学院短期大学部付属機関、聖カタリナ大学の同窓会は、 聖カタリナ大学短期大学部同窓会と称している。当初、聖カタリナ大学の同窓会と聖カタリナ大学短期大学部の同窓会は別組織であったが2007年から一つの組織とすることになった。聖カタリナ女子短期大学や聖カタリナ女子大学の卒業生らも会員に含んでいる。ありがとうございます。